どうも皆さんこんにちは。こんにちは。カタオクレー教室が出るのカズなんですけど、今日は2人登場していただいてます。Gラボの吉本さんとアッキーさん。吉本さんもなんかね、はい、吉本さんっていうのも面白くないね。なんかやっぱヨッシーとアッキーかな。ヨッシーどうですか。あのハニーさんが今カメラ撮ってるんだけど、うん、いいと思う。ヨッシーですよね、うん、ヨッシーってことにしましょうか。ヨッシーで、はい、なんかヨッシーアッキーと吉本さんなんか変だもんね。そうです ね声かけづらい。吉本さん片方だけヨッシーって言ったのがいい、はい、そう言っていただいた方がカジュアルにね、はい、接していただき、だこのヨッシーとアッキーさん登場なんですけど、ということは何のお知らせか、はい、お願いします。はい、Gラボ、ポップアップショップの、お知らせがあります。やったー、はい、また開催します。いいですね、日本全国津々浦々。そうですね、今回4月ですね、はい、なんと、東海圏の皆様にはおなじみの、ジャズドリーム長島で、開催させていただくことになりました。ジャズドリームって言うんですか。はい、ジャズドリーム長島です。すごいネーミングですね。もう西日本なんですけど、ではもう本当最大級の長島っていうのは、ちなみに、はい、僕分かんないんだけど何県なんですか。三重県になります。もう三重県と愛知県の県境ぐらいになります、ね。アッキーは行ったことあるんですか。いっぱいある。一応三重出身。あ、そうなんですか。もう何も超メジャー。超メジャーです。へえ。だっていや僕はほら住んだことないから、長島スパーランドっていう遊園地は行ったことあります。なるほど。近所もう同じ施設と。あ、そういうことです、ね。もう隣にあります。そこのアウトレット、はい、アウトレットモールなんですね。はい、そこでポップアップショップが、はい、いつでしたっけ。はい、今月4月のですね、22日の土曜日と23日の日曜日の2日間開催となります。来週ですね、来週、はい、なるほど、素晴らしい。だから、それって関西の方からも来れる。そうですね、近鉄ですか、JR の桑名駅あたりですかね、あの電車降りていただいて、そこからのバスが出てる。あ、お、送迎バスなんです。送迎バスです、ね。あとはまあドライブで来ていただくから。はい、ドライブでも。すごい、ものすごい人が集まるところなんですか。もうすごい、お客さんの数になると思います。そうなんだ。いつも混んでいますので。そういうと、そこで、外ですか。そうですね、屋外に、ね。軽トラで。はい、軽トラ乗り入れになります。すごいですね、はい、久しぶりに軽トラの、はい、ポップアップショップということで。そんなに久しぶりですね。皆さん、東海県外に来れる、東海の愛知、その長島に来れそうな方、はい、で、遊園地も同時に楽しむことできるの。楽しめます。あ、じゃあいいじゃないですか。午前中、Gラボポップアップショップでアウトレットでお買い物した後、長島スパーランドでギャーッ絶叫マシーンみたいな。そして長島温泉もあります。温泉もあるんですね。温泉も入っていただくこともできますね。すごいですね、はい、じゃあもう一泊でもいいぐらいだね、うん、はい、もう至れり尽くせりで。あ、そうなんだ、はい、もう遊びに来ていただけます。へぇ、はい、もちろんお二人がお出迎えしていただけるということで、もちろんでございます。アッキーとヨッシー忘れてた、ヨッシーヨッシーとアッキーが、はい、まあまあお待ちしていただいているということで、はい、はい、なんか今回なんか目玉あるんでしょ。ございます。ありますか。はい、ジャズドリーム長島はやっぱりアウトレットモール。ああ、そうか、アウトレットモールだから。そうなんです。 Gラボのアウトレット商品が多数、はい、多数、いつもよりもちょっと多めでお出させていただければと思います。一点物で早いもの勝ちですからね、はい、そうなります。ちょっと聞くけど、じゃあ、はい、土日でやるうちの土曜日でなくなっちゃうとかある。あります。あるんだって。じゃあ土曜日に来てくんないとまずいかもしれないですね。そうですね、もう毎回アウトレット、あとはB ラインも。あ、 B ライン、 B ラインいつもよりたくさんちょっと多めでお持ちさせていただきます。アウトレットと B ラインの違いっていうのをちょっと説明しておくと、はい、アウトレットっていうのは何ですか。はい、作っていく中でその製造上のちょっとこうなんかちょっと傷が入ってしまった、その傷が入ってしまったですとか、なんかちょっとこの倉庫でちょっと傷ついちゃったとか、はい、あとその装飾の一部がちょっと規定よりちょっとなんかちょっとだけずれていて、なんか説明聞くと、あ、そうなんだなっていうものが。片や B ラインっていうのは、 B ラインは製造上はもう何も問題ないんですけれども、うん、作った時にその木目にちょっと節があったりですか。はい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 、はい、なるほどですね、はい、でそれがここに今サンプルとして置いてあるんです。まずこのアウトレットからちょっとカメラの前に見せていくと、はい、ちょっとじゃあ吉本さん、はい、どこがアウトレットなのか、はい、これわがままウクレレ。わがままウクレレです、はい、普通の厚みのものになります、うんうんうん、これよく見るとこの3つのこのポジションマーク、微妙にずれてしまってるんです。ええ、
ああちょっとこっちにずれてるってことかな。そうですね、なるほど、はい、あとはすげえ。ちょっとだけここに影がありますと。ここね、はい、一箇所だけよく見ると影がある。なるほど、これは分かんないレベル。なるほど、それだけで、これだけです。これ相当リーズナブルになってるんでしょ。これ3割引き。3割引きです。3割引きで。まあでもそうだよね、これ新品で届いたら、はい、やっぱりね、はい、あちょっとこれあるよね、何万円もね、払っていただいてね、傷があるじゃんってやっぱなっちゃうから、まあそれはでもすごいお買い得だと思います。で、Bラインこれは分かりやすいよね。分かりやすい。これは僕でも分かる。これここ、はい、ここの木目がちょっとこれ何にもあれですよ、演奏上もなんか音質的にも全く問題ないんですけど、この木目がちょっとね切ってみないと分かんないんですよ、ここって。でこういうのがちょっとワイルドな木目してるじゃないですか、全体。これが B ラインです。これもね、僕これ大好き。この感じが逆に好きっていうのがありますから、ね、これ好みだと思うんですけど、一応楽器制作ではこういうのはいい木目ではないと言われてるんですけど、音に関係ないから、これはかなりお買い得だと思うんで、これもいいじゃんね。最高ですね。はい、これ B ラインは、これも定価よりは2割引きで、こっち2割、はい、いやこれはね迷うところだ。まあこういうのが多数ちょっと今回は用意されてるということで、アウトレットモールですからね、やっぱり、はい、特に B ラインはちょっとこの薄れれの B ラインもお持ちさせていただくんですが、もうほんと薄れの方は数量限定となりますので。そうね、はい、めちゃいいですよ、これはもっと買いたいもん、この子。Bラインとアウトレット、ちょっと結構今回は量があるみたいな、はい、はい、そしてちょっと今はねまだちょっとね言えないんだけど、ものすごくこのアウトレットのね23で、予約を受け付けられるもののお知らせをちょっと後日公開します。これはちょっと言いたいけど、まだもうちょっとこれからビッグなお知らせが待ってる、はい、それの後にお知らせします。アッキー楽しみですね。楽しみですね。アウトレットモール人はたくさんで春だし ね、 ね、かなりねなんか盛り上がりそうです、ね、雨降ったらどうするんですか。雨降ったらちょっと一応屋外なんですけども、うんうんうん、ちょっとギリギリ屋根もあるところちょっと退避はできる、ね、なるほどですね。そこでまあプレーだけお貸しいただいて、ちょっと見ていただく、はい、じゃあまあ一応やるという感じですね、はい、はい、まあまあその辺のこともねちょっと事前にホームページとかで公開すると、はい、ま、今回はホームページできるんですか。はい、また特設ページをご用意させていただいて、特設ページ、いつぐらいにできるんですか。おそらくまあ今週末から、まあ、直前。なるほどですね、まあ、ガズレレ公式ホームページにリンクかけておくんで、はい、じゃあチェックの方よろしくお願いします。はい、はい、なんか分かんないことあったらこのね、アッキーとヨッシーにもう何でも聞いていただいて、はい、優しく迎えてくれるんでしょ。もっと自信たっぷりに言ってもらわないとですね、はい、はい、待ってますよっつってさ、はい、そうお願いします。俺が言ってんじゃん、言ってください。皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあもうかさわれかさわれですけどテロップも出すけどね、はい、4月の、はい、22日の土曜日と23日の日曜日、ジャズドリーム長島にいて、ジーラポッパポチョお待ちしております。お待ちします。はい、今日はそのお知らせになっておりましたということで、皆さん、ごきげんよう、お会いできるようだったらぜひ遊びに行ってください、はい、行ってください。さよなら、はい。